おすすめおすすめちなみにここはどこ？はい。いやあ皆さんこんにちはビビンダンス。はい今日はねおすすめ動画その三十四を取ろうと思います。よろしくお願いしますひもじダンス。ムーディダンスムーディダンスムーディダンス。 本日車中泊に来て起きてメイクも終わりその中で、えー、おすすめ動画はよく考えたら月曜日なんで絶対撮らなき,ゃいけな,くな,なきゃいけなかったんで、えー、キャンピングカーの中で撮影をしております。<laughs> イエーイ撮影中に音を出す、えー、お妻ささんやめてください、えー、というわけで、はい、おすすめ動画。 まあ僕はだから、あの声だけ。天の声。天の声になってます。仮面持ってきてないんで。えー、おすすめ動画、その34。で、ちょうどネタを合わせてます。はい。本日はですね、えー、音楽はですね、ん音楽は1個ですね。お珍しいじゃん。減らしてみましたね。前回多かったからね。そうそう。えー、まず1本目はですね、 キャンピングカー車中泊企画復活スタートということで実際に中古のハイエースを買って DIY で自分たちでキャンピングカーを作るとどうなるかというその大変さがよくわかる動画でうわ素人には無理だってよくわかるのがね総集編でですね上がっておりまして 4時間近い動画なので、えー、心して見ていただけると、まあのんびり見てほしいんですけど、これ見るとやっぱくね、DIY 好きな人は楽しいし、大変さもわかるし、僕が言った中古のキャンピングカーを安く買って直したりカスタムしていった方がいいですよって言った意味もわかると思います。なるほど。これね、本当夫婦の フ夫フと犬2匹のチャンネルわんちゃんこの間完成して今年からねその完成した車でね旅行きまくってるんすけどへうちもそうなるのかなそんな行きまくんのうん毎週1回だからえやだなそんなやってんだ旅女になるや各地でラーメン食べるあラーメンもくっつけりゃいいんだ嫌だ家がいいろんなとこ私家が好きやだやだ じゃあ、タイトル言います。神コスパ。車体プラス D. I. Y. 費用を全額大公開。中古車が家になるまでの手順、総集編。カムラ夫婦と車中泊キャンプチャンネル。てか、総集、総集編で四時、四時間ってやばくない。まあまああるね。四<う>時間。光る先生に喧嘩売って。超えたね。<laughs> まあ、でも、埼玉の仙人とか十時間とか普通にあるから、ねね。やば。俺はずっとありみしてたけどね。日本一周。 というわけで次第2本。はい。第2本じゃなくて2本目。え次音楽です。AI が曲を自動で作れる時代になったんですけど AI が勝手にね歌詞も作ってくれるし例えばチャット GPT で歌詞作ってもらってでその歌詞をあの AI に曲にしてもらったり自分で歌詞作って曲にしてもらったりるかもうできるんですけど。 えっとね、その AI の自動作曲機能を使って、マジでゴミみたいな歌詞で曲を作らしたら面白いことになってるから、これ笑えるんでぜひ見てほしい。ちょっと見てみたい。マジでゴミみたいな歌詞で。どんなでね、あのね、歌詞、結局ね、なんだろう。ジャンルをね、バラードとかって指定してもね、なんか AI がね、 歌詞の意味をちほんとゴミみたいなクソみたいな歌詞にしてるからハードロックになったりラップになったりしちゃう、ね、<laughs> バラードとか指定しててもでこれほんと面白いんで AI ってもうこんな簡単に曲作ってくれちゃうんだっていうねそれでもまあ人間にはかなわらないですけどねまだねよく見つけたねこれ、うん、見つけてますえー、初登場のチャンネルだと思いますこちらもタイトル言います えー、ゴミみたいな歌詞で曲作ったらガチの神曲ができたホワイトチャンネルです。<laughs> おもろそうまあホワイトチャンネルは結構有名で登録者も多いし<ー>人気 YouTuber の一人なんですけどね。へー知らなかった知らないですかでお次が「<私>みやびおすすめで」で、えー、タイトルからいってきます説明はみやびはします。 映画チャンネルです今回もね「映画チャンネル」なんですけども私がめっちゃ久しぶりに見ても大爆笑したシーンがなんかね中盤ぐらいにあるんだけどもうやっぱあのこれを見,る見ればアメトーク時代を思い出すような懐かしいね動画なのでちょっとこれアメトーク好きな人も。 まあちょっと普通にマジで笑えるのでお笑い好きもみんなに見てもらいたいなって思います。でこれね本当はね今私が紹介したのは前編なんだけど後半もあって<う>こつながってみてるともっと面白いかなって思うんだけど前編が一番ハイライトが多いから是非最初からねちょ,ちょうどあれです3年前の動画であの宮迫君が謹近,近親というかうあの事件の後、うん YouTube をエガちゃんとほぼ同時期に始めて、テレビにも出れないしってソース感食らってる時に、エガちゃんが宮迫くんにコラボを申し込んだので、エガちゃんの、えー、キャラクターを潰しに入ってます。そう。トップしょっぱだからね。しょっぱだからキャラクター潰しにで。エガちゃんもう潰すなよーとか言って。<laughs> これ笑えるんで。そう。ぜひ。ぜひ後編もね。うん。見てほしい。見てくれるとね。うん、東京タワーの第二展望台からと。 これ前振りしておきますんで意味見れば意味わかれてもそうです、はい、で、お次ですねえーお次がおまけになりますこれねマジでね、うん、これ雅もね、うん、見た方がいいんですよ、うん、見た方がいいなに<何>見た方がいいなに<何> <laughs> コールなんですよコールの動画なんですよほ<う>ただのコールじゃないんですよほう。 コールってお酒飲むときのコールですよあのコールねみやびの世代はなんてやるんですかコールえコール堀江さんとは違う違うコール今のコール今のコール館船でコールしなかったんですかあ、館船は軽くね、こぼれるとしただかみやび世代のコールはどういうコールえ俺らの時代は今日のお酒が飲めるのはみやびさんのおかげですそれ行けって書んですけど私たちは 例えば、前半ちょっと覚えてないんだけど「C」を関連してるのね「みんなで行きたい」「ディズニーシー」「千葉県船橋船橋」とかそういう感じのやつ、うん、そ,うそういう感じの早い感じトン,トン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 。で、えー、これねあの平安時代の飲み会という名の平安時代のコールをやってますね。 平安時代の飲み会やってたらこういうコールしてるだろうっていうのを勝手に作って、うん、平安時代の言葉で、うん、えやってるんですけどこれが本当平安時代のコールがマジで笑えるとにかく笑えるから見てください、うん、マジで平安時代の飲み会のコールもし平安時代の飲み会があってコールがあったらこうやってただろうっていうのを勝手にやってるんです <laughs> めっちゃもろいじゃんいこれマジで、うん、笑いたい人 ぜひ他のもあるんでいろいろ他のやつも見てみて <laughs> なんかさこ,んこういうくだらいい意味でね、うん、いい意味でくだらないことを考える人すごいと思う私、うん、本当にそれを発見する俺もすごいと思う確かにね、うん、俺のおすすめ欄昨日ぞうと電話で話したけど「うん、めちゃくちゃですね」っていういやだってね、ま、毎週毎週毎日,毎日毎日無作為に選んでるから多分ね、うん、YouTube 側の AI もね「こいつ何を見て共通点ねえじゃん」って怒ってるああ逆にね 何をおすすめすればいいんだよ、<laughs> こいつにっていう、ね、そんな感じなんでタイトル言います。はい、この世の終わりみたいな平安時代の飲み会サンコロチャンネル。サンコロチャンネル。ネルはい。サンコロチャンネル。初めて聞いた。初めて聞いた？知らないのばっかりでしょ。うん、見つけてくるのは天才なんだよ。どんどん探しますよ。というわけで、えー、本日はこちらですね。えー、茨城県はモリサービスエリア下りにて、えー、急遽 初ですね、こ車の中で普段の企画を撮ってるというのんか変な感じだよねなんか頭もあんないんだけど頭ねうまくしゃべれないよねんか周りも気になっちゃうしあとなんか天の声だから天の声2人でね仮面と帽子持ってきてないんでそう持ってきてたらやりましたけど三脚立ってて急きね急きだそういえばってなったからねやんなきゃってなったんで えー、絶対に飛ばさないという月曜日皆さん楽しみにしてるのは裏切らないということで、えー、ちょっとワイヤレスマイクなんで今日はどういう音声になってるかわかんないですが音声不具合とかたまにねこれ Bluetooth で飛ばしてるので雑音入るんですけどその時はごめんなさいというわけで,いいで次回ついに35回ですねうん切りがいい数字う、ね、ん切りがいい数字ん切りいいでやうっさん35だと平成元年なのかうん私平六 っ <laughs>、うん、そことはあれか美咲と結衣はその年なんだあ,あの二人元年だからへえもうその年なんだあいつらえもいじゃん10代から知ってるからエモいね19から知ってるからねええ違う美咲は15から知ってるから、ね、やば <laughs> あの頃の女子高生の美咲ちゃんは可愛かったねつ妻さんね今じゃなんか違うみたいな感じじゃん <laughs> えー、というわけで、えー、っと、ドローンできねえけど、ドローンしとこうか。うピュー声だけ、ドローン。というわけで、えー、おすすめ動画、今週も楽しんでください。ちょっと一本目長いですけどね、4時間と。うん、まあ、飛ばし飛ばしでもいいんで、見てください。というわけで、私はドローンします。シュッシュッシュッ。<laughs> はい。 まあ今日はね、ちょっと違ったね、雰囲気でのお届けだったんですけども、まあたまにはこういうのもいいのかなっていうふうに思うので、皆さんもいつも通り気軽に見てもらえたらいいなっていうふうに思います。ではでは今日もありがとうございました。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。じゃあねー。